よし、じゃあ次俺歌うわ。いいね。はいはい、注目注目。社員旅行2日目、みんな楽しんでるか？楽しんでます。あ、最高ですわ。もう僕ベロベロです。大平、お前ってやつは本当しょうがないな、ね、いや、やっぱ沖縄来るとテンション上がりますね。僕の夢は将来沖縄で働いて沖縄に暮らすことなんですよ。お前ずっと言ってるよなそれ、はい、部長、明日の予定って何でしたっけ？明日は日中は美ら海水族館とか観光して、夜は全員でバーベキューだな。最高じゃん、明日も。あ、そうだ、この場でなんだが大事な報告がある。根本。はい、なんすか？先月のビッグプロジェクトでの活躍を見て社長からお達しがあってな、昇格が決定した。本当ですか？すげえ、やったじゃん根本。おお、これからも頑張ってくれよ。ありがとうございます。じゃあ根本の出世に乾杯しようか。乾杯。乾杯。おめでとう根本。皆さんありがとうございます。うん、で、そうだ、うん、もう一つ報告あるんだった。大平。え、僕っすか？え、何ですか何ですか？もしかして俺も昇格ですか？いやいや、うん、なんですか部長、そんな言いづらそうにして。今日8月31日付で大平がクビになりました。え、クビ？申し訳ない。どういうことですか？じゃあみんな、これからの我が社の未来と大平との別れに乾杯。はい。じゃあ部長、どういうことですか？クビ？いや申し訳ない、本当に言い出せなくてな。ああ、なんだ部長。いや部長、誰がクビっすか？ちょっと冗談やめてくださいよ。あ、これ解雇通知書だ。解雇通知書？申し訳ない、クビだ。マジで？マジでクビじゃん。今日持って？すまない、今日持ってクビだ。経営不振が続いててな、まあリストラっていうことだな。ちょっと待ってください。ちょっと待って、酔い冷めた。俺がクビ？いや、まあ確かにずっと営業再開だったけど最近。うん、頑張ってくれてたのは知ってるんだけどな。いやいや、まあまあ、どういうことですか？まあまあ、クビはクビだとして、今日クビになること今日言われます？申し訳ない、ずっと言い出せなくて。いやいやいや、それでいつ決まってたんですか？3ヶ月前には決まってたんだけど、今日の今日までなかなか言い出せなくてさ。言い出せなくて？いやいやいや、いや、もっと早く言ってくださいよ。クビ？本当に？待って、どういうこと？実感わかんない、実感わかんない。いやほら、この社員旅行楽しみにしてるお前の顔見てたら言い出せなくてさ。いやいやいや、言い出せなくて言い出せなくて、今日になってた。今日になってた？いや絶対今じゃないっす。だって今日社員旅行中ですよ。社員旅行2日目ですよ。残念だよ本当に。まあ落ち込む気持ちはわかるけどな。いやいやいや、しんどいしんどいしんどい。どういうこと？待って、追いつかない。みんな知ってたの？俺がクビになるって。知ってたんだ。知っててこの社員旅行に俺連れてきてるんだ。俺が海ではしゃいでる時とかは知ってたんだ。俺がみんなで写真撮ろうとか言ってる時はどう思ってた？ああ最後の写真だなって。俺がみんなでお揃いのシーサー買って今度みんなで会社のデスク一緒に置きましょうよって言ってた時は、もうデスクないのになって。家のテーブルに置いてくれ。切な。ちょっと待って、どういうことですか？これ社員旅行まだ途中ですよね。明日は？明日の社員旅行はどういう気持ちで楽しめばいいんですか？明日からは単独行動だ。もう社員じゃないからな。ごめんな。ごめん。急に？今日までみんなで行動してたのに明日から一人ですか？うん、一人で満喫してくれ。いやいやいや、寂しすぎる寂しすぎる。俺もみんなと一緒に旅行したいです。わかった、一緒に行動してもいい。ただ明日からの旅費は自腹だ。自腹？会社で出してくんないんすか？旅費は会社のお金だからな。お前は明日から社員じゃないわけだし。怖い怖い。そんな急に見放すことあります？だから明日の美ら海水族館、社員は団体割引聞くけど、お前は大人一人の料金払っていってくれ。最悪だ。なんで？いいじゃないですか、団体に入れてくださいよ。あと美ら海までみんなはバス移動だけど、ごめんだけどタクシーで行ってもらってもいいかな？そこ分ける必要あります？お金かかんないですよね、僕一人バスに乗るくらい。部長、それはさすがにかわいそうかと。でもな、補助席に座ってもらいましょう。なんでちょっとランク下げんの？今日俺が座ってたとこ空いてるんだから、そこ座らせてよ。あとそもそも社員じゃないから国際通りから出れない。なんで社員じゃないと国際通り出れないんすか？しんどいって国際通りから出れない沖縄旅行。俺らは社員だからシークワーサーサワー飲むけど、社員じゃないからお前はカボスサワーだ。それなんでですか？なんで社員じゃなくなると沖縄名物も楽しめなくなるんですか？俺らは社員だからハイサイだけど、お前は社員じゃないからこんにちはだ。言っちゃダメってこと？社員じゃないからハイサイって言っちゃダメってこと？どういうこと？俺ら海ぶどうだけどお前はぶどう。それは別に嬉しいです、ぶどう好きだから。ごめんな本当に。ごめんなじゃなくて、俺らは社員だから明日奇跡的にウミガメを見れるけど、お前は社員じゃないからちょっと大きめのカサゴしか見れない。そんなことないだろ、ウミガメ見れるかどうか、なんで社員かどうかが影響するんですか？ごめんな部長、刺身盛り追加で頼んでもいいですか？ああ食え食え。あと
ちなみにお会計別々にできるか店員さんに聞いといて。別々にしようとしてるじゃん、はい、俺と俺以外の人の分で会計分けようとしてるじゃん。いいじゃないですか、今日の分は会社で出してくださいよ。今日はまだ僕社員ですよね。いやだって時計見てみろよ、もう12時回っちゃってるからさ。日付変わったんだ。あ、もう社員じゃないからこっから自腹スタートなんだ。ごめんな。それごめんなってやつやめてください。思ってもないごめんなってやつ。もうしんどいっす、ちょっと一回部屋戻ります。ああ、いや今日の夜は大平の部屋取ってないよ。きついって。社員じゃなくなるわけだからな。嘘でしょ。じゃあ僕どこ泊まればいいんですか。なんか駅前のコンビニイートインありましたよ。イートインあるって。いやホテル泊まるわ、なんで指定されるんですか。そもそも会社経営不振なんだったらなんで社員旅行なんてやってるんですか。おかしくないですか。それはお前がクビになることで今後の人件費が一人分浮くから、そのおかげで旅行行けるようになったってことだ。俺かわいそすぎない。え、さすがに。え、俺をクビにしたことで成立した社員旅行で途中で俺がクビになるの。怖い、わけわかんない、もう嫌だ、泣きそう。なんすかマジ、もういいですよ。あ、落ち着け。落ち着けじゃないっすよ。なんすかこの会社、もういいっす、僕もう帰ります。もう明日とかいいっすわ、こんなクソみたいな会社。あともう一個言い忘れてて。なんすか、もういいっすよ。沖縄にあるうちのグループ会社がお前を雇ってくれるそうだ。え、部長がクビはさすがにって頭下げてくれたんです。来月から沖縄の会社で働いてもらう。ああ、ギリ嬉しい。ペンネームパラシュートから質問。シャワーは何分入りますか。15分ぐらいかな。それって時給にしたらいくらだ。働いてないから